はい、どうも皆さんこんにちは。キリュウゲームライフのリュウケンです。さあ今回はね、この爆炎のテオテスカトルというクエストをやりたいと思います。まあね、いつも通りテオテスカトルの討伐になりますね。いつも通りってちょっとおかしいけどね。それじゃあね、前回はねクシャルダオラを倒しました。これ鋼鉄のクシャルダオラね。なので今回はこちら爆炎のテオテスカトルいきたいと思います。それじゃあ行きましょう。 GO。 さあ、うわ、またランダムの場所が叩き落とされちまった。そなたとそれがし、どちらが炎王竜を狩るか。何？まこと血が騒ぎ。いや俺でしょ。こればかりは佐賀か。先生張り切ってますね。私たちも張り切らざるを得ませんとも。確かに、まあ、彼がいくら張り切ったところで、うん、このクエストは僕のクエストなんで僕が倒しましょう。さて、どこだここは。手をどこにいるんだろう。めちゃくちゃ暑そうなんだけど、ここら辺やばくない？こんなとこにいんの？おや？ハンターは勇敢だね。暑い。なんだ、爆発だ。おお、テオだ。うわ、かっこいいじゃん。うわ、よりリアルな。かっこいい。さあ互いに睨み合っております。いやかっこいいな、テオ。さてやるか。お許る限りの命をかけよう。命をかけよう、任せろ。よいしょ、まずはロックオン。こいつは炎をまとってるね。今近くにいるだけで確かねダメージが入るんだよね。ああやっぱりそうだ。うわ、よいしょ。頭をねなるべくね狙っていきたいけど、こいつの正面は結構危ないからね。火入ってくるし普通に。あとね、爆発のやつもやってくるんだっけ。あー危ねえ。よいしょ、くれ。めっちゃなんかあれだな、火もリアルになってるからすごい臨場感が。叫ぶか。いや、ちょっと燃えすぎじゃない君。やべえな、やっぱテオは火力が。これは爆破か。よいしょ、さあ来い。体力の相違を着て、どーい、来させてくれ。よし、せよいしょ。あちちちち、あちちちち。あ、そっか、炎症ダメージとか体力の相違では無理なのか、無効にできないのか。うわ、よいしょ。わあ、その技も健在か。ほら来いよ。あぶねえ。ほら、なんとかね頭をかち割ってダウンとか取りたい。あ、やばいやばい、あっちー。炎の出が早いな、いつもと違って。やべ、来るか。まだか。この状態の時にね一定時間経つとスーパーノバつってね、なんかドカーンとかで大爆発するんだよねこいつ。ちょっとね今それを警戒しています。うわー、これだ、これこれこれ。
やばすげえかっけえ凄まじいね。熱そうだなここ。やばいねスーパーノヴァ、リアルになったからより破壊力とかがすごいすごく見える。やばい痛い、やばい痛い、やっべえこっからすぎた。こすけ死んだふりしてダメか、いける、ギリギリだったのだ今のは。お FE がヘイトを集めております。そしてガン無視されておりますかわいそう。そっち側か、よし追いかけましょう。よいしょ、おおなんかかっこいいけど今全く俺の意思がなかったわ、意思に反した行動、うん、あーやべ鬼人、あー危ない、よいしょこの野郎、てかそうだな、もっと先行弾使っていこう、忘れてたわ存在を。もう一回ぐらいちょっと飛んでくれたら先行をねぶちかましてやりたいんだけど。よいしょ、ほら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 、よいしょ、くらいやがれ、さてこの炎がまあね、あのスーパーノヴァ、大爆発がね起きる前にちょっと一回ダウンを取りたいところ。よいしょ、よっしゃノリオッケー、これで多分ダウン取れんじゃねえか。よっしゃ行くぜ、鬼人連撃行け、落ちろ、ダメだ、でも火はまとってんな、おかしいね。だいたいあれだよね、確かいつもだったらノリとか成功したらもう周りの火も、やべえ喋ってる場合じゃねえ、やべえ、いやー危ない、ちょっと狭い場所はね危険なんで広い場所に行きましょう。オトモスリンガー発射って書いてあるけど何やったの君、来てる、よいしょ、あやばい間違えた、よいしょ、なんかやばい気がするな、そろそろやーべえ、やっぱ来るか、あーそんなことない、あーこの状態の時なんかちょっと、えだからちょっと状態変わった、こんな粉塵、あこれで粉塵モードか、なるほどね、これで爆破粉塵を大量につけてくるわけだ、これがね厄介なんだよね。よいしょこの野郎め、なんか言ってるソードマスターが、あーなんか燃えてますね彼、よっしゃ沈める、いけ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 、よいしょよいしょよいしょ、ダメか、熱いぜ熱いぜ、あっち行けバカ野郎、危ねえやつだ、さあ落ち着いていこうか、回復して逃げるか逃げるか、なんかあれだな、爆破粉塵よくわかんねえな、 見づらくてどれが設置型の粉塵なのかとかね、いろいろとね、えやばい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 、バカする、あーこれふざけんのお前、あぶねえあぶねえ、今の焦ったな、ちょっと今一瞬動けなくてさ、よいしょ、おこれは関係ないな、シカトルキープ、叫ぶか、痛い、
猫パンチ痛いよ。あ、やばい、やっと、あ、待って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 、バカ野郎。ねえ、僕がピョってる時エフィクね、あ、でもちゃんとね、ヘイトを集めようとしていたらしい、うん、そんな痕跡は残っている。しかし痛いな。来るか、スーパーノーバー、かっこいい。そして乗りたい。あれあれ、あいつどこ行った？あ、逃げた。あ、しかもなんか弱ってるっぽいな。俺はチャンスだぞ。桜ドリンク飲んで、寝たら爆弾でもやろうかな。ワールドのモンスターってあれだよね、ハンターがこう追跡されしてきてんのにもかかわらず、あのなんかもう眠っちゃうからね。すげえ根性してるよ本当に。よし、終わりだ、行くぜ。それ V 破壊完了、角折れたっぽい。イエーイ、やべ。さあここで忍べ、うら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 、こにゃろこにゃろ、うー、やばい。死んだふりして、やばいか、何爆破させないだと、後から爆破するタイプ、なかなかめんどくさい。ちょっと飛躍の思う。うわすごいぞここ、まさにこう火山だね。終わりだ。さてそろそろね、終幕といきましょう。うーん、痛いぜ。やべ、マジかい、本当はミクロピヨルかい、痛いよー。あー、バカ野郎、危ねえ。そう、マジ大暴走だなこいつ。そう、閃光が入らねえし、よいしょ、うらよし、見事なり、見事なり。ということでテオテスカトル討伐完了です。やったね。いやー強かったな今回は。結構なんかクシャと比べてやっぱテオの方がやっぱ強いイメージがありますからね、僕の中ではやっぱテオは強いな。お、尖閣角出るんだ、剥ぎ取りで、やった。はい、ということで今回はこれぐらいで終わりにしたいと思います。いやー、テオテスカトルね、本作でもなかなかね強いので、いやとてもね倒しがいがあるモンスターだなと思いました。それでは最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録評価お願いします。それでは次回はバルハザクを倒したいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。リュウケンでした。グッバイ。